シャローシラジオサニーデーフライデー、これはすごいありがたいな。貯金はしてるんですよ。いや、聞いてくださってありがとうございます。いやー、世界の労働基準を知らんで。あ、そうっすね。世界の労働基準法をちょっと取り上げてみましたなんか、全然このポッドキャストは関係ないですけど、さっきの YouTube の話にすると、その月曜から夜更かしっていう番組あるじゃないですか、はいはい、月曜日の夜やってるやつで、でそこで結構その回数が視聴回数100回以下しか聞かれない YouTube を取り上げるっていうのがあって、全然面白くないんですけれども、やっぱテレビとかで取り上げてもらったらすごい、チャンネル登録者数が急にバーンって増えるので、ああいう機会ですごく羨ましいなと思って、それをポッドキャストで置き換えた時って、やっぱ目で見るものじゃなくて耳で聞くものっていうのはやっぱインパクトがやっぱちっちゃいんで、取り上げた時に人がこのポッドキャスト取り上げた時のインパクトがちょっと弱いなと思って、そういうのを使ってなんか自分を PR していきたいなと思うんですけど、なんか効果的なものないかなっていうのを最近考えてます。すごい。まあ、わかんないですけど、まあ、ラジオって言ったら、まあ、60歳、70歳の結構高齢者の方が聞くっていうツールじゃないですか。なんか、その人たちを巻き込んで、まあ、また、まあ、TBS ラジオ聞いてる人たちを、まあ、僕のラジオ聞くみたいなところに持っていけるようにしたいとか、そう考えたりするんですよね。今ね、若くなってきてるみたいな。あ、そうなんですか。あの結局ラジオっていう機械でラジオを聞くんじゃなくて、それなんか今パソコンだし、はい、なんかそれによってスマホだしっていうことの垣根があるとか、いろいろなくなってきてるから、あと視聴者数は増えてきてる。だからデスクワーカーでなんかそういうことなんていうかな、例えばそれやっぱデザインとか設計とかやってる人たちはやっぱりラジオかけっぱなしとかそういう感じが多いらしくて、そういうところの親和性が高いとか、だからおじいちゃんおばあちゃんっていうイメージは多分広げた方がいいかもしれない。それからするとおじいちゃんおばあちゃんの方がよくテレビ。ああ、本当ですね。やっぱビジネスマンとか若い方の方がやっぱラジオってツーミングを興味持ってるし、ポッドキャストもそうだったり、どこに置いてるかテレビなんかは、情報を摂取しやすいようになんか加工加工してやって、はい、どうぞで食べやすい形にしたよって渡してくれるから物足りないんですよ。そうですね。なんか面白くないんですよ。いや、誰にそれ合わせてんのみたいな感じで見ちゃうんですよ。だからバカバカに言っちゃう。それいらないよ。本当はどうなんですかね。そっちが聞こえますから。ところで俺はなんか TBS ラジオは切り込んでるから、TBS ラジオは信頼してる。まだそれだけだけど。いや、僕ね、YouTuber、今のこのちっちゃい小学生たちの将来の夢が YouTuber あるじゃないですか、まあ、その1位 YouTuber にプロ野球選手っていうのを、3位ぐらいにポッドキャスターって入れたいっていうのがあって、見ることの重要性って、まあ、ことわざでも百聞は一見にしかずみたいに言いますけど、100回聞くよりも一見見た方がいいよって、まあ、見る信仰が強いじゃないですか。いや、見ることよりも耳から聞いたものの方が真理なんじゃないかなって思ったら、僕すごい個人的になって、じゃあそういう世の中を作っていくためには、今まで目から吸収したことよりも耳から吸収してきた方が大すごい大事なことなんだよっていう教育から変えていく必要があるのかなというのを最近考えたりしてて、
そこから変えた方がもしかしたらこう爆発的に YouTuber が爆発的に売れたようになんかポッドキャストがなんか爆発的にこう聞いてもらえるかなと考えたりするんですけど、それはどうなのかなやばいこういう観点で見たらどうかな。子供たちもそんなにアホじゃないので、稼げる仕事っていうところにまず一個利点があると思うんです。やっぱり、なんだろう、やっぱり稼いでるイコールかっこいいっていうのは多分動物的本能だから。ただ、問題があるんですけど、YouTuber の一番不安してるのは広告ビジネス。世の中の情勢が変わって広告の種類が変わるとそれに煽りを食らう最たるポジションにいる職業ですね。そういうところをなんかみんな見てない。ああ確かにそうですね。で例えばじゃあプロ野球選手、プロ野球選手の結論というのは球団がどこになるか、球団のプロ野球選手が何ですか。今は割と IT 企業多いじゃないですか、スポンサーになってくる。だからそこにはどれくらいそこにお金を注入するかみたいなところが、やっぱりなりたい職業になれるかなれないか、憧れるか憧れないか、多分下手するともうちょっとするとなんか e スポーツの選手とかが絶対入ってくるから、だってそこってお金、ものすごいお金が動いてるから子供たちはちゃんと見てるんですよ。稼げる仕事かどうか、稼げないけどなれる仕事みたいな言い方悪いかもしれないけど、今タクシーの運転手とかそんなに魅力がないと思うんだ、子供たちにしても。すごい僕最近ちょっと思い聞いて、今綾瀬さんの話聞いて思ったのが、それでやっぱりこう今後ビジネス的な需要っていうのが、例えば YouTube から e ソースとかいろいろ変わっていけばいくほど、そこに付随するビジネスっていうのもあり方が変わっていくって話あると思うんですけど、まあ、コロナじゃないですか、はい、でコロナだと皆さんマスクしてるじゃないですか。でマスクだと人を判断するのが目の上じゃないですか、はい、ここしか判断できない。ここだけだと結構この人がいい人なのか悪い人なのかっていうのはやっぱ判断できなくて、結局どこで判断するかって人の声で判断するんですか。なので耳から聞くっていうビジネスが僕はバズると思ってるんですよ。他にこれは別にこれだけの話じゃなくて、僕が考えてるのは例えば婚活とか、ね、はい、今まで、まあ、なんか分かんないですよ、マッチングアプリが、はい、まあ、画像を見て、はい、ほら、いい人だね、仮面武道館のあれとかあるじゃないですか。あんなんも結局、結構声聞かないと分からないんで、僕もそういう声を聞くアプリケーションとか、なんかそういう声で人を判断するっていうところが、なんかバズってくるんじゃないかなっていうふうなことも考えて、それを考えたら、今僕がやってるこういうポッドキャストとかっていうのも、いつか日の目が出るんじゃないかな、見える部分があるんじゃないかなっていうのはあって。なんかそういうのと一緒に仕事していきたいなっていうのはあるんですよね。なんかそういう声で人を識別するなんか鹿間さんとかの話もあったりありましたけど、はいはい、人の声を聞いて、はい、その人のデザインが分かるっていうのがあったじゃないですか。あれは僕はそこは境地がやってないんですけど、あれはすごい僕の境地がすごいちょっと理解できることがあって、人の声を聞くと、あ、この人はこういう感じの人だなっていうのが真ん中分かるんですよ。そういう感覚を味わっていただけるように社会にしていくようになっていくんじゃないかって考えたら、この種まきを、まあ、やってて、まあ、いつかは何とかなる、何かにつながるんじゃないかなっていう気持ちでできたらいいなと思います。なるほどね。難しいんだよな。いやでも、田村さんの言ったことを俺の中で解釈すると、はい、声の特徴というか、声の体は声の個性っていうと、もうそれってもうなってるんですよ。職種は声優です。ああ、
ニメの声優さんになりたい職業は、割とトップの方にあると思います。それは別にポッドキャスターじゃなくても声優という職業になって、ちょっとなんかファンの人たちに向けてのポッドキャストとかっていうのが成立してるっていうね。だから多分一昔前のなんか声の仕事をしてたアナウンサーとかナレーターとかいうわけを、今はなんか声優さんの多分そのポジションにトップバッターしてる。すみません、熱く語っていただいて。いや、なんか僕はそういう世代じゃないんですけど、例えば一昔前、まあ、昭和20年戦後から、まあ、こう今までこうたどっていって、例えば最初はラジオがこうラジオをこう A ポチッとして曲をこうかけて、それが流れてきたら、ひばりさんが歌ってるみたいになるじゃないですか。それがちょっと時代が経って、次は白黒テレビ、テレビは力道山が映ってなるじゃないですか。中に入ってるんです。次カラーテレビ出るじゃないですか。カラーテレビ、こんなになってるから、ね、で次もうテレビじゃない、YouTube になるじゃないですか。それをなんかYouTube からまた美空ひばりの時代に戻っていってほしいな。これなんで？なんで？もう空飛ぶ車もあるのに画面に乗りましょうって話でしょ。無理だよ。なんかそういうプラットフォーム、耳で聞くプラットフォームっていうのが皆さんの情報収集の一番のナンバーワンの一番を占めるみたいなところに持っていきたいなっていうのがですね、どうしたらそういう地理になれるのかなっていうのをちょっと考えてはいるんですけど。ああ、あれだよ。じゃあ、はい。はいはいはい。アイダン。アイダン、はい。30年代でさ、さっきの覆面の人間女性ラジオとかそういうのね、もう分けちゃう。ああ、はい。で、また違うことでやればいいんですよ。彼を絶対的に必要とするなんです。あのなんかその目的自体を作ってあげればいいはずで、例えばよく眠れる絵本の読み聞かせポッドキャストとかというと、それこういうの仕事でしょ。あ、そうですね。そう、なんか寂しい夜になんか誰かといるように感じるポッドキャストとかって言って超適当なこと書いて、なんか誰かと喋ってたのみたいな。目的自体を作ってあげれば、これ流そうかなみたいな。2時間ぐらいずっと誰もいないのに喋っとる。あ、それ分かる。いや、それ違うみたいな。そうじゃねえんだよ。2時間やつ。いいっすね。俺はそのなんか機能として目的を作ってあげたら、多分言ってることは多分叶うんじゃないですか。それは面白い視点ですね。それなんかエンターテインメントとして面白い話してたら、あとなんか教育的に何か教えてくれるとか、でも目的あるじゃない。この中で白黒が合わない、私のラジオができたんだけど、何割が流れるラジオみたいなポッドキャストっていうのを一つ作れば、そういうのが好きな人はそれで反応してくれて、そうですね、それ面白い。だずっと変な話あるなって思う。あの蓄音機みたいにラジオに、レコードがずっと流れるポッドキャストがあるから、それはそれでずっとなんかそれ流した人もいるわよ。ちょっとどっちの人がいる、はい、なんかその半券フリーラジオみたいな。半券フリーそんなのだったらずっと流れます。やり方はいろいろあるんですよ。いや、本当そうですね。で、やっぱりデジタルのいいところは、別になんかね、一人でもアカウントさえ作ったら、目的別になるんですよ。
で、それでどれが人気があるのかなとかってやりたいんだよ。それも僕今喋ろうとしてて、相田さんのあのえ E メールアドレスの多さ、あ死ぬほどある死ぬほどこれはこのツイッターのこれだ、ね、あれとか無数に作ったら確かにそういう話になるのかなと思います。じゃあその時はその顔をしてそれっぽくやってる。牛肉太郎は毎日今日の今晩のメニューはこれっつってお肉のレシピが送られてるで、それいいねを押したら俺がフォローです。サイクルで死ぬほどこうフォロワーが少しずつ増えるルーティンだけ。でもなんか僕あの覚えてるのがあの WBG の食堂で相田さんと内田さんと僕で飯食った時にまあそのよろずを踏み台にするっていうのはすごい大事なことだよって話をしてて、で何をしたらいいのかって思うと、まず自分の製品を今コンサルタントって物がないのでそれをまず形あるものとして売れるようになんかこうパッケージ化しろって話を相田さんが聞いて、確かにそれはそうだな、すごい大事なことなんですけど、そのからずっと考えてます。なかなかこういうお仕事から物を形あるものにするものって難しくて、でもそれを形あるものにするって実は何ができるんだろうなってすごい最近考えたんですけど、今日セミナー あのお仕事があって、あのお客さんから言われてこれは形あるものだなって思ったのが、さっき言ってたその履歴書が100個ぐらい職種を立ち入ることができるって話だったんですけど、いろんな職種を知ってその職種での悩みとかこういうことで悩んでいるっていうことは他の業種にも関係あるよねみたいな、そういう会社あるある会社あるあるっていうのはこれはパッケージ化できるんですよ。これは自分の強みだなって最後ちょっと聞いて思ったので、これはなんかまあ、分かんないです、その職種ではこういうこと悩んでるんじゃないかって直接つながるか分かんないですけど、ここではこの悩んでるからこうじゃないかっていうなんかこういう計算式みたいなっていうのをパッケージ化してやったらいいのかなっていうのはすごい今日仕事してて、あ、これは強みなんだな。だからそのなんか例えばまあ業種、いろんな業種であの分けてもいいし、ある程度まあ絞っちゃってもいいけど、あの会社あるあるだけを披露しますみたいな、そうですね、そう、それだけでもう一個の芸になればそういう人になるわけですよ。だからね、こっち振り向いてくれたら、だって私はこういう活動してるから、こんだけの人に話して、でこういうところから出た展開で、あるある作ってますとかっていう、こう、なんか、すげえじゃんみたいなのが、なってるか、なんかあったらどうかなと思ってね。なんかその全然その今回話した人とかも、まあ、製造業で全くそういう製造について分かんないですけど、多分こういうことに人間関係とかからしロームトラブルあるんじゃないかっていうのを他の職種であったことを考えてボンって言ったら、その人がなんでそんないろいろ詳しいんですかこの話を聞いたら、あ、これって結構強みなんだなって思います。デタラメじゃないですけど、こういうのがこういう力があって、類似の業者はこういうことがあって、これとこれ出しちゃったらこうなるだろうみたいな、あ、そうなんだ、リゴこれは強みだろ。それだからなんかもう特徴は違えど、肝になってる部分って結構一緒だよ。どうせこうでしょって言って、そうそう合ってたんだよ、あ、これ合ってるの、そう、それがだそこはいいなるし、そういう観点でなんか見る人ってそんなにいないから、どうせこうでしょってなんか投げて当たったらラッキーで、当たんなかったらやそうって思うんですよ。そうっすよ、そうそうしてもらっていいですか、そうそうそれでよくてあ、ミスったなと思ってそれでいいと思う。あ、そうっすよね。それよりか、なんかそうやって打ち解けの方が俺は絶対に人情なんだろう、人と人だから。だって別にそれ関係なかったらロボットがやれば嫌なんじゃん、イエスノー、イエスノーで。そこはだから個性を発揮すればいいんですよ。田村さんの芸名を考えるといいっすね、田村です。でもそれ最近思ってて、今まだ30じゃないですか、このキャラは、はい、多分
10年後、はい、まだ多分通じないなと思う脱却しなきゃいけないなっていうのは思って賢くなったね賢くなったよ、ね、そう、すごい思って多分、ちょっと教えてくださいっていうキャラは出しないと、はい、このいずれ相田さんみたいな立場にいかないと、これはダメだなっていうのを最近思う。いやでもね、いいっすね田村はね、そんな悪くないっすねあの、ゲッツの人ってなんだっけな、ダンディさんが、あ、そうそう、はい、そうか、そうか、それな、芸人はダンディさんなの、はいはい、あの、ダンディさんが言ってたのがゲッツで、よくあれを自分が手に入れたのは自分を褒めたいって自分で言ってたんだけどゲッツは、時間を超えるんですよ要は、古びない小学校1年生から6年生になってもゲッツはゲッツなんですよでも8年はちょっとほら下手に出るじゃないそれが年越えた時にずっと下手に出られるかっていうと言ってば40になるとさすがにいいっすねは出たのそうそうそういいですね田村だったら前なんだそのくらいの話細けい話ちょっと言葉遣いを変えていくっていうよろしいかと思いますあと多分60ぐらいかな根本は一緒っていうそうですポジティブワードあの人口癖60今すぐよろしいかと思いますって言ってたけどもちょっと30年前のビデオ見てくださいすごいっすねっていうあんな人たちでもこんだけ変わってるんだみたいな僕のなんかそのなんか自分の見せ方はまあこれがブランディングですよね。あそうですね今そのねあるがままの30代で飛び込もうとしてると、はい、やっぱさっきみたいな弊害があるわけですよ、はい、年配の方々だったりとか経験値で測られたりとか理不尽な話があるわけじゃないですか、はい、でも今の段階でよろしいですねっていうようななんかトーンで話す田村さんだったら多分そのままである程度の、ね、期間まではいけるよ、はい、自信になっても多分そのままいけるかもしれない、はいそれが今それが自分ができるかどうかだけど丁寧な日本語を使いそう落ち着いたトーンでよろしいと思いますよ非常によろしいかと思いますそこはもうちょっとねいろんなことを学んでそこにたどり着く必要はあるかなと思うけどこの見せ方考えるのはすごく重要な気がする大事ですねめちゃくちゃ大事ですね。だってこの仕事だってね、はい、死ぬまでの仕事にしようとしてるんですよ。そうですね。ぐさっとぐさっと投げるけど。いや、これあのミノさんのポッドキャストで話してるんですけど、僕の最終的な究極の目標は社労士の資格がなくなることだと思ってます。なるほど。それはもうみんなが知ってることだ。あ、そうですね。で、あのまあ会社に勤めてる人たちがいるから僕たちの仕事があるからみんな、あ、私、あの会社とかいらないっすね、俺フリーランスでっていう人が1億2000万になったら僕らの仕事なくなるんですよ。なるほどなるほど。僕はでもそこが究極の目標にしてるんですよ。私はもう会社とかでいいから、はいはい、自分でこうフリーランスでやっていく、これをこうするのがこうしていきたいみたいな自発的な人間が増えたら、はい、社労士にならないじゃないですか。もうそれが僕は最初に出る目標です。はい、質問それ、公明正大に言えます実はそういう立場になった瞬間にめっちゃあの仕事探すとかいやいや、あの、はい、そうなったら仕事探すは OK なんだけど、はい、今、その反感を食らうことも覚悟なので、はい、なくなればいいと思うんですよとかって言えるあれはもうミノさんがポッドキャストだから言ってるんですけ ど、ね、僕があのポッドキャストに行って叩かれたらめっちゃシュンとでめっちゃ新聞活動とか言ってたのにだからそんなことも言えないから公明正大には言ったら言えないですよね。でもお客様大好きでーす。いや、わかったよ。なくなるっていうふうに言うと、皆
んなぎょっとするので、はい、ありがとうございました。ちゃんと理解してくれて社労士っていうのもっと違う形になったらいいと思うんですよっていうふうに言うと、はい、トゲないじゃないですか。確かにそれいいっすね。それを一言言えるような格言みたいなのをちょっと持っていきたいですね。それを考える。そうですね、確かにそれは。そうですね。そういうことをちゃんとお伝えするポッドキャストなんですよ。国家資格の永久欠番みたいな。国家資格の読売巨人軍の3番。国家資格会の読売巨人軍3番とか50なくならないってこと？なくならない。存在はなくなってるんですけど、なんかまあそういう魂だけある。ソウルだけがある。そういう言い回しを考えてます。全然ピンとこない。武田鉄矢のあれですね、けん玉、縄跳び、なんかもう一個なんかスケートボードみたいなのやってみたいなのが聞いてましたね。ちっちゃい子供やってみたいな、はいはい、ああいうのとかって思わせるような、意思不倫させるような、はい、なんかそういうものをちょっともう一個、二個ぐらいちょっと使おうかなっていうのを、ね、すごい思ったりします。めちゃくちゃちょっと見てください。分かった。もう一個言っていい？もう一個だけ。そしたらもうこれ完了。もう今日はいいや。はい、帰ろう。あのね、アシスタント外人。おお。で、日本語をちゃんと教えてあげる。あえて片言っす。あ、そうそう、あえてか。片言ぐらいは分かる外人。そうっすね。なんかじゃない。で、国際派社労士。What that means? なんかね、おー、なんとかですね、はい、でございますみたいな。でも、そうした場合、僕が言ったりもするじゃないですか。なんかそれを、いい感じでちょっと突っ込んでいってところも、すいません、それはなんとかの意味ですか、違うんだよ、みたいな。それじゃねって、自分役目話ねえよ、みたいな。それが面白いわけです。うまくいかない座組にするっていう余計過酷ってそれいいっすね。もうリスナーさんが諦めるこいつらにその聞きたい質問を求めるラジオじゃない。田村さんじゃなくてたまに久々に聞いたらアシスタントが日本語めっちゃ上手くなってるみたいなそれいいっすね。ね、ああいいっすね。あ、確かにそういうのをキャスティングするのもいいかもしれないですね。あえて。ああ面白いですね。外国人に社労士を説明してみようみたいな。それ難しいっすね。今日はいや分かんないあのインドカレー屋を経営してるなんとかさんです。こんにちは。ちょっとよくわかんないです。だから。なんかあるじゃん。これがこうだから。あ、怒った怒った。あ、それ面白いですね。そうか。それでいいじゃん。いいですね。あ、面白い。いいお家がつきました。ああ、そうですね。まあそういうことでちょっとまあなんか言いたいことばっかり言ってすみませんでした。いえいえいえ、まあちょっと所々ちょっと僕の手違いでですね、ちょっと収録できてないところもまああるかもしれないんですけども、ちょっといろいろといいお話を、一番面白かったところが撮れてるそうですね、ちょっとまあ手違いもあったんですけれども、一番過激なところが全部なくなってます、はい、そうですね、途中からちょっとそれのショックでちょっと一瞬ちょっと僕が相田さんに聞くヒアリング力がちょっと失ってたところもあったんですけどやばいのショックでちょっと取り戻せて、なんとか収録ができました、ありがとうございました。まあ、ちょっといろいろその反省を生かして今後頑張っていきたいと思いますので、またゲストとして来ていただけたらと思いますので、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。
シャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。